おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ約5万5000台のモデル X をリコールへ、自動車規制当局が発表。テスラ、米国に燃費規制の大幅強化を要請。最後にスレッタ EV 投資誘致のためテスラ社に乗る。これらの記事を紹介したいと思います。そして日曜日に行ったアンケートのコメントと今日のコメント、こちらを紹介します。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。本日も最後までご覧になってください。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。ダウですけれども、ダウは今日はね、50ドル下げておりまして、33,928ドルですね。そしてナスダックも今日は60ポイント下落ですね。13,506ポイント。S&P500 も今日約10ポイント下げていまして、4,364ポイントとなっています。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラはあまり変わらないですね。254ドル台になっています。最後に NVIDIA ですけれども、NVIDIA は今日ね、大きく下げてますね。ガックンと結構下げてますね。438ドルまで下がってきています。NVIDIA も結構乱高下激しいですよね。はい。ではまず最初に、テスラ約5万5000台のモデル X をリコールへ、自動車規制当局が発表。こちらの記事を紹介します。米国の自動車規制当局は、テスラが2021年から2023年の間に製造されたモデル X 5万4676台をリコールすると発表しました。このリコールは、車両のコントローラーがブレーキフルードの低下を検知できず、警告灯が表示されない可能性がある問題によるものです。しかし、テスラはすでに無料の OTA オーバーズエアソフトウェアアップデートを提供することで、この問題に対処しているということです。10月10日現在、この問題に関連した事故、負傷者、死亡者は報告されていないということです。これに関連して米高速道路交通安全局の NHTSA は、8月にステアリング制御とパワーステアリング損失の懸念があるとして、モデル3とモデル Y の新車28万台の調査を開始しています。ということです。はい、という記事ですけれども、こちらが本日のトップニュースとなっています。リコールだったんですけれども、ソフトウェアのアップデートで解決済みということで、事故もないということなので、素晴らしいんじゃないかなと思いました。やはりリコールが起きないっていうのがベストですけれども、リコールはどのメーカーも起きてしまうことがあります。リコールが起きた際に、わざわざディーラーまで持っていく必要があるのか、それともソフトウェアのアップデートで解決させるのか、この違いは大きいと僕は思います。今後なんですけれども、リコールがあっても自宅でネットにてソフトウェアの更新で対処していくっていうのが、どの車も僕はね、なると思います。逆にそうなっていかないと選ばれない可能性も、ね、あるんじゃないかなと思います。車がインターネットにつながる時代です。リコールに関してもあと10年もしたら、どのメーカーもソフトウェアのアップデートで解決する、そんな時代になるんじゃないかなと思います。僕自身テスラに乗っていまして、ソフトウェアのアップデート、これは本当ね、便利だなと思います。テスラの場合はソフトウェアのアップデートだけではなくって、新機能も追加してくれたりするので、それもまたテスラを持つ楽しさでもあります。もうすぐテスラを所有して1年経ちますけれども、この1年の間の一番のアップデートは、個人的には Apple Music の搭載でした。テスラオーナーの方、ぜひね、アップデートでどのアップデートが良かったのか、コメントで教えていただければと思います。僕は Apple Music の搭載がこの1年間で一番いいアップデートでした。はい、続きまして、テスラ米国に燃費規制の大幅強化を要請。こちらの記事を紹介します。テスラはバイデン政権に対し、米国の規制当局が提案しているよりも厳しい燃費基準を2032年まで採用するよう求めています。米高速道路交通安全局 NHTSA は、2027年から2032年まで毎年自動車で 2%、 トラックと SUV で 4% の燃費向上を求めています。これに対してテスラは、省エネと気候変動を理由に自動車で 6%、 トラックと SUV で 8% の燃費向上を求めています。これは NHTSA の提案を不合理だと批判する
ゼネラルモーターズ、トヨタ、フォルクスワーゲンといった大手自動車メーカーとは対照的です。デトロイト3社は自社のトラック生産に不釣り合いな影響を与えるとして引き上げ幅の引き下げを望んでいます。しかし NHTSA は燃料節約、エネルギー独立性を強調し規則を擁護しているということです。はい、という内容ですけれども、こちらの記事もいくつかの記事で紹介がありました。燃費の向上ですけれども、やはりテスラにとっては優位性があると思います。いくらでも上げていい状況ですよね。しかし大手自動車メーカーとしたら上げてもらったら困るわけです。またこちらに関しても何か新しい進展情報があれば紹介したいと思います。では最後に、スレッダー EV 投資誘致のためテスラ社に乗る、こちらの記事を紹介します。タイのスレッダ・ダビシン首相兼財務相は閣議にテスラモデル Y を運転し、バンコクの交通事情に適しており環境にも優しいと称賛しました。スレッタ氏は11月にテスラと交渉し、車の所有権を活用する予定です。タイが電気自動車生産を支援し、この分野への投資を誘致することで、タイを東南アジアのハブとして位置づけるというコミットメントを強調しています。テスラのイーロン・マスク CEO との以前の話し合いは前向きなものでした。テスラはタイの人的資本を称賛しています。スレッタ氏は投資誘致でいい結果が出ることを期待しており、今後の訪中で電気自動車について話し合う予定ということです。はい、という内容ですけれども、タイへの誘致、僕個人の意見なんですけれども、ラブコールがある国へは投資してもいいんじゃないかななんて素人意見では思ってしまうんですけれども、現在アジアではトルコ、インド、タイ、インドネシア、マレーシア、これらの国が投資誘致を、ね、しているわけです。今後どうなっていくのかね、また楽しみなんですけれども、新しい情報があればまた紹介をしていきたいと思います。はい、ではまとめです。今日は約5万5000台のモデル X をリコールへ、そして米国に燃費規制の大幅強化を要請、そしてタイの首相テスラに乗る、これらの記事を紹介させていただきました。やはり今日の記事で思ったのは、テスラの強みはソフトウェアのアップデートだと思います。これができるのはテスラだけと僕は、ね、思っていたんですけれども、以前そのような発言をしたら、トヨタなどもできるようになっているという、ね、コメントをいただきました。そう考えると今後は各社、ね、そうなってくると思います。リコールが起きても自宅でソフトウェアのアップデートで更新する時代、こうなると僕は思います。そしてぜひテスラオーナーの方、これまでどのアップデートが良かったですか？僕は先ほども言いましたけれども、Apple Music の搭載、これが一番今までで良いアップデートでした。ぜひどのアップデートが良かったのかコメントにて教えてください。あと逆に、どんなアップデートが今後欲しいですか？そういったのもあればね、コメントをいただけたらと思います。僕自身ですね、なかなかないんですが、強いて言うならば、車の中でもっとね、仕事ができやすい環境になればいいかなと思います。せっかくあれだけのモニターがあるので、あれを外付けモニターとして活用とかできたらいいなとちょっと思ったんですけれども、どんなアップデートが欲しいですか？ぜひね、そういったこともあれば教えていただければと思います。はい、では日曜日に行ったアンケートのコメントを今日は紹介したいと思います。はい、今回ですね、あまりにもイーロン・マスクの存在感が大きく、もしもイーロンに何かあったらどうするのかと思うと、テスラ株一本にはできない。この件について皆さんの意見も聞いてみたいということなんですけれども、こちらに関して今日と明日でコメントを紹介したいと思います。確かにイーロン・マスクリスクは存在すると思いますが、確実にこれから近いうちに結果を出すと思いますので、買うなら早めがいいと思います。少し割合は下げますが、代わりになる人物がいると思うので大丈夫だと思います。強力なリーダーシップがなくなることで一時的な動揺はあるでしょうが、テスラの精神や方向性変わるとは思えない。イーロンの一挙手一投足でどうこうなるような企業ではないと思う。なのでテスラ一本。そういうことも含めてテスラ頑張れ、イーロン頑張れという応援でテスラ株を買っていますということです。後半のコメントはまた明日紹介したいと思います。アンケートに参加された方どうもありがとうございます。まだね、アンケートのリンク置いていますので、ぜひね、こういった意見があると言われる方があればコメントの方で教えていただければと思います。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日はカンタクールウィンドさんのコメントです。マンションに住んでいる人が多いとよく言われますが、戸数比率だと戸建ての方がまだ多かったはずです。また地方の戸建て住まいの方と都心のマンション住まいでは自動車の保有比率も随分違うのではないでしょうか。都心のマンションでは車を持たない人も多いし、地方では1人1台なんてこともあると思います。EV 普及戦略として自家用車市場の大きい地方の買い替え需要を狙うか、まだ開拓されていないブルーオーシャンな都心を狙うかはそれぞれの判断だと思います、というコメントです。ありがとうございます。カンタクールウィンドさん、コメントどうもありがとうございます。これは面白い視点だと思いました。となってきた時に、もし僕らが
テスラのマーケティング部と仮定して日本戦略を考えるとしたらですね、これちょっとした遊びですよ、遊びとして思ってください。例えば僕だったら日本において戸建て率が高い地域を特定して、そこにサービスセンターを開設します。そしてその地域にスーパーチャージャーを導入していきます。そうなってくると戸建て率が高いところではテスラオーナー、もしくはテスラ以外の EV オーナーが増えていくんじゃないかなと思います。また戸建ても多いのでパワーウォールも販売していく。できたらまだ日本では発売されていないんですけれども、ソーラールーフとかも発売とかできたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じでマーケティングを考えるならいいかなと思いましたけれども、まあ、ちょっとした遊びだと思って、もし自分がテスラのマーケティング担当だったらと仮定して、どんな戦略を立てるのか、ぜひねコメントで教えていただければと思います。ワンチャンテスラジャパンの方が偶然この動画を見てそれいいねってなる可能性ゼロではないかなと思いますけれども、まあ、どんな戦略を立てるのか、この辺はね遊びと思って自由に発想してもらっていいと思うので、ぜひねこういった戦略どうかっていうのがあればコメントで教えていただければと思います。はい、昨日もコメントいただいております、ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして、今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まずウィブル証券を紹介します。ウィブル証券は少額で米国株投資ができる証券会社です。現在テスラ株を1株買おうと思ったら3万5000円ぐらいお金がかかってしまいます。そうなってきた時に毎月の資産運用に回せる金額としてテスラ株を買ってしまったら他の銘柄が買えないって言われる方もねいらっしゃると思います。そういった方にとっては少額で投資ができるウィブル証券は魅力的だと思います。そして昨日なんですけれども、ウィブル証券からメールが来ていまして、取引手数料を 0.25% から 0.2% に引き下げるっていうニュースが来ました。これはね本当にお得になるんじゃないかなと思います。ぜひね興味がある方は概要欄にリンクを置いていますので、ウィブル証券僕はねいいなと思います。はい、続きまして、僕自身が現在 LINE のオープンチャットを使ってテスラ情報をいろいろと収集できるグループを作っています。そこでは日々ですねテスラだけではなくて今後どういった企業が来るのかとか、そういった情報がですねいろいろと皆さんから投稿があっています。ぜひそういった最新情報が欲しいと言われる方は LINE のオープンチャットの方に来てみてください。参加方法ですけれども、画面に表示している通りです。まず僕の公式 LINE のリンクを概要欄に入れています。そちらから登録してもらって僕に何かしら連絡をください。そうすることで僕の方が返信をすることができます。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。オープンチャットは LINE なんですけれども、ご自身の名前アイコン、それをね全部変えることができて匿名性も非常に高いです。もう毎日ねいろんな情報が出ていますので、ぜひねそういった情報が欲しい方はオープンチャットの方に遊びに来てみてください。はい、そして今週の X のスペースなんですけれども、金曜日の朝7時30分から行いたいと思います。ぜひ X の方でもフォローしてもらって一緒にね情報交換できたらと思います。はい、ということですけれども、やはりね今日リコールの話がありましたけれども、テスラの強みはソフトウェアのアップデートですね。ソフトウェアのアップデートは本当に2、3ヶ月に1回ぐらいのペースであっています。いろいろな機能がね追加していってるんですけれども、これもまたテスラを持つね楽しさじゃないかなと思います。一回車買ったらそれで終わりじゃないんですね。テスラというのはそこからどんどん進化していく、これはね非常にね僕としてはね魅力的だなと思いますけれども、ぜひねそんなテスラ興味がある方は一度ね試乗に行かれたらいいと思いますね。で試乗に行ってどういった車なのかっていうのをね体感されてみてください。値段に関してもテスラすごい高いと思うかもしれませんけれども、個人的に言いますよ、個人的に言いますけれども、だいたいぶっちゃけで言うとトヨタのハリアのハイブリッドとそんなに変わらないですよ。例えばレクサスの RX なんてもっと高いですし、だいたいレクサスの NX よりもちょっと安いんじゃないかなっていうぐらいだと思います。なので全然ね手が届かないっていう金額では僕はねないと思いますので、ぜひね興味がある方は一度試乗に行かれてみてはいいんではないかなと思います。はい、では今日もですね最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。